リミット 67.5kg です。 K-1 ウェルター級3分5ラウンド制、赤コーナー野入正明、対する青コーナーがプライチュンポン・ソーシソンポンです。さあ関根さん、はい、野入正明倒したいって言ってますね。そうですよね、ここのところ勝ってますけどもね、倒しきれてないんですよね、厳しいですよね、あのその期待されるっていうのはね、うん、そうですね、まあ、サミーラミリ戦にノックアウトがありました、まあ、それ以降3連勝はしていますが判定での3連勝です。まあ、相手も強いからそんな簡単にはね、はい、ただやっぱりあの見る側はね無責任ですからノイリー KO してくれ、まあ、バサさん、なんといってもこう技術をまず見るところがある選手ですからね、はい、まあ、そうですね、はい、右足前サウスポーの構えがプライチュンポン、まあね、日体のあれですよね、テクニシャン同士です。そうですね、どっちがテクニック上なのか、左ミドルキック、しかし圧力かけていきます。ここもこうフレームが一回り大きく見えるノイリー、ローキックでした。返してくるインロー前蹴り、170cm プライチュンポン、175cm がノイリー、膝、まあ、もうコーナーに詰まってますからね、圧力感じてますよ、ちょっと今ノイリムッとしました、ムエタイじゃないよとそうですね、まあ、この圧力はすごいですね、攻撃はないんですけれども、まあ、ここからあれじゃないですか、ボディまで行ってパンチまとめるという、なるほど、なんとか入れ替わってすぐ左ミドルキック、フライチュンポンローキックでも構わず出てきます。ノイリしっかりカットしてますからね。あ、そうですね、今の左フック、ブレイク、まあ、関根さん、本当にでもこのプライチュンポンがこうめちゃくちゃいやらしい戦いする選手だっていうことのようですね。なんかね、なんかうまさの片鱗出てますよね、うん、ストレートだ、逃げられないコーナー、なんかふにゃふにゃしてね、あ、左膝、多分オーソドックスの左ストレートですね、これも、オス左ですか、そうですね、サウスポーの選手ではありますね、この左のレバーへの膝もなかなか今2つありました。逃げ回るところから左フックを放とうというノイリ、ローキック、トライチュンポン足踏み替えて前蹴り、左ストレートにつなげました。このアップライトの構えはムエタイ、あ、でもすごい詰まってきます、カウンターの膝、関根さん、なんとかあれありますね。そうなんですよね、これをこうイライラしてますね、こうノイリ選手が詰めてきて、ノイリ選手が来るかなって前にですね、うん、その前に手を出すんですよね、これボディストレートも来た、左ボディ膝2つ、うまく先制しますよね、はい、イラッとしましたよ、そうですね左の膝です、まあ、正直あのフライチュンポン、はい、怖い攻撃なんもないですから、ね、あ、そうですか、ね、左ストレート全然怖くないですけど、ただ組みついて、はい、こう逃げるだけなんで、こうイライラしたり戦いづらい選手ではあるかもしれません、あのやっぱこう組みつくんで、はあはあ、それちょっとノイリがフラストレーション溜まった表情はしてますが、さあ構わず出てくる、1ラウンド残り少ないところ、右のパンチ、いや、この圧力も圧倒的です。さあ、第1ラウンドは終了となりました。全く表情も変わらず、息も乱していない野入正明です。画面です、現在空位の K-1 ウェルター級タイトルに最も近い男です。でも関根さん、はい、くしくもスーパーバンタムもそうですけども、ボクサーになるって言ってチャンピオンが返上して、それを争っているっていう階級が2つあるんですね。そうですよね、まあ、でもこのくらいの相手は倒したいですよね、まあ、倒そうと思っても組みつかれてこうブリーチされるとか、これ自分にイライラしてきちゃうでしょうね、自分の方から、まあ、なんか、今目が合いましたけど、ああそうですか参ったなって顔してますからね、参りましたよ、マナさんみたいな感じのって言ってますよさあどうすっかなみたいな、まあでもそれをどう攻略してくれるかっていう楽しみはありますね、どうやって料理しようかなって考えてるんじゃないですか。まあ、ノイリはここまで52戦42勝10敗です。プライチュンポンの方は、97戦60勝を崩していく、左ミドル足でガード、
前蹴り、逃がしたりするのがうまいんでしょうね。はい、ブレイク。それキャリアでね。左、右のパンチにつなげました。追ってくるが当たらない。おっと危ない。この辺の癖物をね、KO できるとね。そうですね。いいですよね。まあ、今日の最大のテーマはノイリーノックアウトで倒せるかどうかとも言われてます。本人もそんな気持ちもあるはずです。ストレートさー、いやすごい、チェンサーの顔、いやチャンス終わった時点で、まあ、僕の顔じゃなくて実力差が違いすぎって顔してます。そういうことだったんですか、はい、そういうアピールをしてたんですか、はいはい、もうなんか困っちゃうなって顔してました。やっちゃいますよっていう感じの、今まさかに一撃ストレートでした。膝、関根さんでもちょっと怖いほどの今右でしたね、一発すごいですね、さあどう倒すか、左効いてますね、もう強引にもう上に打っちゃえばいいです。左効いてます、もう体がぶれてる。フライチュンポン、左フックどう倒す、何で倒す、もうパンチが大振りになってます。ボディーだ、右のフックは返してきます、同じ攻撃返してきた、レバーブロー、ノイリポジションの取り合いにはなりますが、首相撲でもまあノイリの方が上でしょう、まあ、基本的には組む展開はありませんが、認められませんが、お腹ついてきた、2つ、膝を返す、ブレイク、うわー、すごい圧力、先ほど右一発で倒しました。相当でも削ったんじゃないですかね、いや結構もうだいぶもうヘロヘロじゃないですか、前蹴り、左膝、もうグニャグニャと倒れはしないんですが、前蹴り顔面狙ってきました、見えてます、ノイリこの近い距離から目線は下げてます。左ミドルに対して右のフックのフェイント、インロー流れた足、左ミドル返してきました、プライチュンポン、うすごいローキック、左ストレートも少し届かない、プライチュンポンコーナーに追い込んで、うわ今くるぶしのあたり蹴って足が流れた、膝、第2ラウンドに入っています、残りは20秒切りました。左フックすごい、ショートレンジの左フック、もう一つ、先ほどノーモーションのいきなりの右で一つ倒しています、標識が鳴っています、もう時間がほとんどありません、第2ラウンドです。うお来た、うおまた来た、同じあのストレートが効いたな、効きましたね、効いてますよ、効いてますね、効いてますよ完全に、このノイリの表情ご覧ください、いや参ったなっていう、まさにうわこれでしたね、圧倒的なこう自信とプライドがこの一つの目の段を呼びました、完全に軽くポコンと足だけです、そうですね、さあノイリマサーキ、まあ、ピケオに敗れてからは4連勝中です、これ試合最中の人の表情にちょっと見えないくらいにリラックスしてセコンドの指示を聞いています。とはいえ関根さん、はい、3ラウンド次最終ラウンドですからね、これは次はやってほしいですよね、はい、もう圧倒的に差がありますからね、実力的にはこのフライチュンポンが逃げなければ、あーということですね、ですね、なるほど、逃げてクリンチで組みつくと、うん、さあ最終の第3ラウンド始まりました、ノイリはノックアウト宣言もしています、右のフック入れ替わります、フライチュンポン前蹴り、11歳からお父さんの経営している開設しているムエタイジムで始めているというプライチュンポン、まあ、2代のムエタイ選手でもあります、いやしっかりと膝でガードしてます、当たっていません、これ一つきついたジャブ、左ストレートボディから左顔面、今度はミドルキック出しますがノイリ下がらない、入れ替わりながら左の膝、あの左手邪魔ですよね確かに顔にね、あれでイラッとしてますね、ノイリが、ミドルキック構わず出てきます、コーナーに追い詰める、ブレイク、ブレイク、はい、クリンチ、注意、
注意です。はい、この常に圧力のかかる前にいます。左ボディでした。左のボディフック。さあ出方待ってます。追っていきます。コーナーにまた追い詰めていく。左フックから左ボディ狙っているか。左ミドルキック返してきたプライチュンポン。ボディハイキックにストレートを右に詰めた。これも効いてます。もう一つ当たればというところです。試合は右がね。そうですね、首ついてこようという動きもあるので、パンチが2つ3つであと首ついてきます。左の膝またこれです。このですよね、この右手の使い方怒ってますノイリ。まあこれ K1 ルールですからね。さすがに警告です。さあ試合再開です。左の膝さあ残りが間もなく1分になろうとしています。ローキックも逃さねえぞ、そんな感じのノイリです。右のロー、しかしあれだけ攻撃もらっても表情は変わりません。何度こう顔面も頭にもらって効いているようには見えますが、頭から入ってきたプライチュンポン。うわ、今度上からナタのようなローキックも出しました。ノイリ左ショートレンジの左のフック。今のフックちょっと効いたんじゃないですか。はい、下がりましたね。タフですね。確かに。うわすごい。この位置でさ顔面にパンチ集めていきます。ノイリハイキック、いや構わずボディだ。左のフックを伸ばしながらボディストレート。プライチュンポン右足前のサウスポーに今度変わりました。ノイリ左フック、すごい。さあ残りが10秒切ります。前蹴り左ハイキック、もう大技で倒しにかかります。ノイリここで試合終了です。仕留め切ることはできず、しかし内容は圧巻でした。がっかりしてますねノイリ選手ね。まあ、ちょっと関根さん意識が違う。そうですよね。やっぱりね、100戦近いでしょ。そうですね、98戦目です。あのごまかすとかいなすがうまいですよね。ジャッジ投票が30対27、アートボイディジャッジオーナー。ちょっとこの相手がかわいそうですよね。ノイリが戦ってくれませんでした。そうそうそう、勝つ気が見えなかったですか。かわいそうです。もう内容はもう圧倒的でした。江ノ入正明がこれで5連勝としています。ちょっとまあ江ノ入としては敬語で倒したいと言っていただけに、そのことは、まあなあ、あれは倒せないですよ。倒せないでしょうね。逃げますからね。そうですよ、あの詰めたらこう、ね、クリッチで、まあ、戦ってくれなかったプライチュンポン、まあ、当然ムエタイ選手ですから、ああいう場面で逃げられてしまったらなかなか捕まえきるのは難しかった、まあ、パンチを連打にしようと思ったらクリッチですからね。そうですね。さあとはいえ関根さん、はい、この階級もじゃあ果たして次誰がタイトルマッチやるんだっていうところになると、当然ノイリはどちらかのコーナー、やっぱりノイリはやっぱり選ばれるでしょう、うん、実績から言っても。そうですね。また関根さん、この階級になると海外勢もこう多いですからね。分厚いですからね。あのね、強いんですよ、この階級は。 67.5 キロのウェルター級です。まあ、ピケを筆頭としてというところですかね。そうですね。でも本当に正人さん、このコロナ禍でこう先が読めない1年なだけにですよ、年なだけにですよね。そうですね、なかなか難しいです。さあリングを後にします。ケースフェスタ4での野入正明の戦いです。ムエタイの巨像と呼ばれましたが、プライチュンポンに何もさせず野入正明が圧倒しています。まあ、本人もちょっとまだすいませんという表情にも見えます。間違いなくこれで完勝で5連勝としました。